どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は Mr.Children の曲を、語りたいと思います。前にね、一旦やめて別のアーティストいっぱい喋ってからまた戻るみたいなこと言ってましたけれども、ちょっと新しいアルバムが出たのでね、ちょっとこれはね、早めに話したいなと思いまして、行きたいと思います。サウンドトラックスが出てね、本当はね、スピッツ行こうと思ってたんですよ。何曲か。で、その後ね、ラッドウィンプスとかバンプとかね、いろいろこう考えてたんですけど、いや、先にミスチルのアルバムの曲話そうと思って。今回はメモリーズ。はい。これ最後の曲なんですけども、いやー、この曲、すごいなんかね、僕の中ではこうね、懐かしさがすごい前面に出てて、別になんか聞いたことある歌だなとかじゃなくて、全体的にこの、なんつうんだろう、僕の子供の頃の、これはなんて言えばいいのかな。まあ、景色が見えるんですよ。なんとなくこの曲を聴くと。このメロディーラインだったり、まあ、バックミュージックも、しかりで、なんかね、そういうのをこう、奮い立たせてくれるというか、だからね、すごく聴いててね、聴き心地がいい。んですよ、僕は。この曲の気になるところはですね、まあ、桜井さんの歌詞って結構そういうのあるんですけど、聞き手によっては、こっちでもわかるし、こっちの気持ちもでも取れるしとかって、なんかそういう作り方、すごい上手なんですよね。だから、アザーズっていう曲がね、8曲目にありますけど、あれは完全こう、ちょっと浮気の感じの歌で、メモリーズもそっち系に僕にはちょっと聞こえるっていうか、歌詞をじっくり読むとね、すごく温かい、すごく真っ当な人間のこう、いやらしさも感じられないような主人公がいる雰囲気が出てるんですけども、よくよく見たら、あれこれ浮気過去にしてたみたいな。そういう感じはなんかします。そうじゃない捉え方もあるんだけど、僕はなんかそっちで捉えてるな。でも逆にそういうのをこんなにも美しい歌にするってすごいなって思って、のをこんなにも美しい歌にで、まあすごく温かい歌っていうイメージありますけど、ただのこう温かい歌で終わらせないのがやっぱミスチルだなっていう、最後のね、ちょっと言葉を早くというか激しく言う部分とかがやっぱりここ盛り込んでいて、なおかつ変じゃないっていう、いや、ここがやっぱすごいですね。いや僕なんてもちろんですけど、作れないですね。これはやっぱミスチルだなーって深々と思います。そんな感じで、これからちょっとサウンドトラックスの曲をもう全曲いっちゃおうかなと思います。今回はメモリーズから、いきましたんで、また、次回どの曲が来るか、楽しみにしていただけたらなと思います。今回は日露音声こんな感じで終わりたいと思います。さよなら。